発表の前にお知らせがあります。早くもカプセルロックシード02弾が届いてしまったので、当分プレゼント企画はやるつもりないので、今回はこのメロンとひまわりの通常版ですが、今回のプレゼントにそれぞれ追加しておきたいと思います。どうも JP です。以前お伝えしたプレゼント企画の当選者を発表したいと思います。今回予想以上のコメントをいただき、かなりびっくりしてます。本当に皆さんどうもありがとうございました。では発表させていただきます。今回当選したラッキーな2名はこちらです。おこちらの2名の方には YouTube 上でメッセージをお送りしますので、以降はそちらのメッセージ上でご連絡をお願いいたします。残念ながら48時間以内にメッセージをいただけない場合は次の方に変更させていただきますのでご了承ください。ちなみに第2弾以降もカプセルロックシードの総確認はしていくんですけど、今のところプレゼント企画は考えてません。なんで普段の動画でプレゼントやらないんですかとかいうコメントは極力ないようにお願いいたします。ではこれからも JP の特撮トイチャンネルをよろしくお願いいたします。以上プレゼント企画の当選者発表でした。